心配とは、開発後指針例によって、中国船に持参が義務付けられた、長崎への入港許可証である。18世紀初め、日本は鎖国中であったが、オランダと清人だけは、長崎で貿易が行われていた。日本からの輸出品は、少なく、大幅な入庁の状態であり、対価として支払う金銀は、莫大な量に上った。このため、荒井白石は、 1715年2月14日、国際貿易額を制限するために、開発後指針例を制定した。この中で、中国船の長崎来航数を年間30隻と定め、また来航した中国船のうち、新例に違反しないことを制約した者だけに、心配を発行し、以降は、心配を持った者に限り貿易を認めることとした。中国船の所持する、心配は、 呂行所が持つワップト富町と称号された。この神杯は実質的には江戸幕府の管理下にあったが、形式的には東通寺が交付するものとした。これは真の反発を恐れたためである。中国では伝統的に神杯とは朝貢国に対して与えるものであった。したがって幕府が中国船に神杯を交付すると中国が日本に朝貢したかのように見えるため、 摩擦の発生が予想された。実際に心配を得られなかった中国商人が心配を入手した中国商人を清朝に対する反逆者であると訴える事件が起こっている。結果として清朝政府は心配を没収し一時貿易が停滞した。白石はこれを予想しており、新配は幕府が交付したものではないため日本への服属を意味しないと抗議を行い、 清も2年後の1717 17年にはこれを認めている。なお、オランダ船は年2隻と定められたが、日蘭貿易はオランダ東インド会社が独占していたため、新廃は発行されなかった。ロシア帝国の陸軍軍人であったアダム・ラクスマンは、大国やコーダ・ユーラ漂流者を日本に送還すると、同時に日本との通商を行うことを計画した。 皇帝エカチェリーナ二世の命を受けることに成功し、ロシア最初の憲飛施設となり、1792年9月、ネムロ国に到着した。ラクスマンは、江戸に出向いて漂流民を引き渡し、通商交渉を行うことを希望したが、老中、松平定信らは、通商を望むならば、長崎に開港させることを指示した。ラクスマンは、心配を交付されたが、 目的は一応達成したとして、長崎へは向かわずに帰国した。12年後の1804年、ニコライ・レザノフは、ダクスマンが入手した心配を携えて、長崎の出島に来航した。しかし、松平・貞信はすでに失脚していたため交渉は、進まず、レザノフたちは、半年間室島に留め置かれることになる。翌1805年には、長崎 遠山影国から通称の拒絶を通告された。ありがとうございます。